はようございます。アクタスで商品開発、しております、渡辺宗男と申します。よろしくお願いします。今日は、はい、背景に広がってこのスペース、はい、はい、そうなんです。前回ちょっと半年ぐらい前だと思うんですけど、僕たちが展開し始めた Good80% というブランドをローンチをしまして、まあ、今オンライン限定で販売しているんですけど、もう販売始まってるんですね。販売は始まりました。皆さんに知っていただける場を設けようということで、ポップアップを代々木上原で今回開催しております。アクタスの中でも僕たちみたいな、どっちかというと若いスタッフが自分たちの暮らしをなんかこうより良くするみたいな、自分ごとで提供できる商品たちを開発して届けていきたいっていうところから、プロジェクトが始まりまして、長く使えるけれども役割を変えたりとか、まあ、汎用性があってずっとこう、まあ、人生に寄り添っていけるみたいな、ブランドとして商品も提供していきたいなっていうところから、まあ、Good80% を作ろうということになって、そんな経緯です。ちょっと今日はスペシャルゲストで、Good80% の立ち上げの段階から携わっていただいている、デザインユニット M&T さんの池田さんです。マヌティの池田です。椅子だったりテーブルだったりっていう、まあ、結構皆さんがよく使うプロダクトっていう言われるようなものは例外なくデザインしてるっていう感じですね。全く違った視点でいつもアプローチいただくので、うん、僕たちは本当新鮮で、なんかそういった視点で今日はちょっとご紹介一緒にできたらなとは思ってます。はい、よろしくお願いします。お願いします。ご案内いただきたいんですけど、はい、その前にグッドデザイン賞を受賞されたと。はい、Good80% というブランドの、まあ、プロジェクトの取り組みで、うん、今年の、グッドデザイン賞を通過しましたという連絡いただいて、そんなブランドのアイテムだったりとか、はい、あとアイテムから発生したそのなんかストーリーだったりとか、はいはい、今日はお伺いできれば嬉しいです。はい、ぜひお願いいたします。じゃあ早速ご案内させていただきます。奥の方どうぞ。では早速、はい、Good80% の結構代表的なシリーズのパー、うん、パーですね。はい、Good80% のパーの意味でちょっとこう広がりを持たせて、なんかアイテムたちもすごく今の暮らし方にフィットするようなものばかりで、例えばこの正方形のスクエアテーブルっていうのがあるんですけど、これぐらいで全然いいんじゃないかなみたいなところのサイズもちょっとご提案いただいて、で実際にちょっとプロトタイプ作っていけるねっていう感じになりましたよね。はい、感じで座りながら皆さんでサイズ検討を一緒にしつつ、意外とこのサイズ感で十分ご飯食べれるねみたいな話をしながら開発したのを思い出しました。結構素材もすっごい今回こだわっていて、ホワイトアッシュっていうすごくいい無垢の木を使って、触り心地とか質感がめちゃくちゃいいですよね。いいですね。真面目に小さい家具を作るみたいなことがなくて、結構そこを今回取り組めたのが本当に楽しかったですね。結構チャレンジングな商品開発のレンジを今回僕たちしましたね。はい、例えばベンチを2つ作ってしまうっていう、どちらかになるかなとかって思ってご提案させていただいたんですけど、この2つのベンチって同じベンチと一言で言っても全然性格が違うっていうところで、うん、はい、そこをすごく共感いただいたっていうところで、このミニベンチって僕たち呼んでるんですけど、うん、1人で座っていてももちろん座れるんですけど、この隙間を見つけてもう1人がちょっと座りたくなるみたいな、この距離感もすごい可愛い。仲良し。はい、すいません、なんか察知していただいて座っていただいてなんかこういう距離感もすごくいいですし、あとは例えば、うん、なんか座り方もこういう風にまたいで、なんかこうやってぼーっとしたりとか、うん、なんかベランダに持って行ったりとか、ちょっとここに植物を飾ったりとか、うん、そういうギャラリースペースにもちょっとこうできなくないかなみたいな。デザイン的にはこの辺りにちょっと丸みを持たせてて、はい、なんか女性とかがこうひょいって軽く持ち上げられる大きさなので、うん、本当にフレキシブルに、うん、もう毎日のようにこう動かして使えるみたいなことを、よりこちらのミニベンチでは意識してデザインしました。うん、あとこっちはやっぱりそのちょっと大きいので、うん、まあ、もちろん2人でも座れるし、なんかボード的に使っていただいてもいいですし、なんかもしかすると2つ重ねてちょっと棚みたいに使うみたいなこともなんかありえるかもしれないねみたいなところもちょっとポイントかなと。あとはカラーリングなんですけど、今このテーブルもそうなんですけど、今回はまあグレーを仕上げでは採用を
してます。すごくニュートラルなカラーなので、まあ、モダンにも触れるし、いろんな色を多用してもすんなり入ってくれるカラー。あとはこちらのグレー以外で、まあ、ホットアッシュ剤のすごく良さが出るナチュラルのオイル仕上げですね。ちょっとこう見る角度によって透明感がすごく現れる落ち着いたこういったブルーのカラーなんかもすごく綺麗にアクセントになってくれるかなというところですね、はい、パワーシリーズのパッケージになってるんですけど、めちゃめちゃコンパクトですね。はい、あとめっちゃデザインが可愛いっていう結構ここも大事なポイントでしたね。そうですね。はい、はい、じゃ続いてランケットをご紹介したいなと思ってます。なんかアイテム群で僕たちいろいろ汎用性があるものっていうのを考えた時に、暮らしに対してすごく柔軟にまとえるし、今回みたいにこうやってグラフィカルにアートみたいに飾ってもいいブランケットっていうのを作りたいよねみたいなところからちょっといろいろ考えて今回形になってます。グラフィックとかもすごくね効いてますよね、うん、はい、デザイナーの原田さんっていう方なんですけど、もともと平面でデザインされてることが多いんですけど、はい、今回こういう立体物に落とし込んでいただいて、ちょっとこう草花をモチーフにしたような柄があったりとか、ちょっとこれも大きい柄にはなるんですけど、こういったまあグリーンとブラックとナチュラルの柄があったり、あともう1種類あるんですけど、一応生地感が2種ありまして、こっち の, グリーンとブラックと、まあ、ナチュラルの生地感の方はちょっとこうざっくりとしたなんかローゲージな感じでふわっとしてます。結構こう空気感があるような、でも夏でもいいし冬でもいいしみたいな、そんな生地感になっているかなと思います。実はもう一種類ありまして、大判のマーケットっていう柄なんですけど、こっちはちょっと糸が細くて、はい、もうちょっとよりソフトで滑らかな、うん、生地感になってます。聞いたところによると、はい、お二人個人的にも購入されたんですよね。あ、はいそうなんです、はい、池田さん、あ、そう、僕はちょうど今このかかっているこの柄を、はい、池田さんがこれがいいっておっしゃったんで、なんか僕もこれがすごくよく見えてきてこれ買いましたそうなんです、ね、釣られてというか次にちょっと棚をご紹介できればなと、こういうふうに置いているボックスタイプ の, これモンタナミニっていうものなんですけど、うん、まあ、買い足しもできて、で並び替えもできてみたいな、そんなすごく自由度の高い、棚になってます。今後もちょっとこの辺りは色の展開とかも本当に増やしていこうかなと思ってるぐらい、結構僕たち力を入れて提案したい商品だなと。やっぱこういうところもわざわざこうちょっと分かりますかね、こう90度ぶつかるんじゃなくて少しこう一段こう線が入ってるみたいなところがすごくおしゃれな、いや、おしゃれですね、言い方をしてますね。なんかこの厚み9ミリっていうこの薄さをこういう風に組み合わせるってすっごく技術がいるし、そうです、ね、パッと見た時の印象がやっぱりグッとグレード感もね、はい、出ますよね。限られた空間の中で壁って本当に余白だらけで、まあ、そこをキャンパスだよねみたいな話をしていて、でそこで石膏ボードの賃貸の壁にも付けられるこういう、まあ、木材の木質で質感が良くってデザインが綺麗なものってなんかないよねみたいな話を社内でしていて、木工作家さんに相談したら、あ、それめちゃくちゃ共感できますよみたいな話で作ったパドルボーンアスファルトシェルフというシェルフになってます。ここに1本真鍮の釘が見えますかね、上部分ですね、はい、ここに真鍮の釘を1本打ち付けて、でこの板のところに両側にピンが出てるんですけど、それを刺して傾かないように固定するっていうだけなので、取った後は押しピン程度の穴しか開かないっていうすごく優秀なシェルフになってます、うん、じゃあ続いてのコーナーになります。ちょっとこの会場の中でも、まあ、スタイリングの空間にしていまして、スタイリングも実は僕たちの同世代ですごく活躍されている竹内雄介さんという方と今回協業して、スタイリングスペースを
作っていただいてます。結構雑誌媒体でもグッド 80% の商品をよく起用いただいて使っていただいているっていうところも今回ぜひお取り組みしたいなと思って一緒にさせていただいてます。グッド 80% の商品もあればそうじゃないものも実はこの空間っていっぱい混ざってるんですけど、そういうミックスがなんかこの世代かなと思っているので、それをなんかこう具現化してもらった。結構色も元気な黄色とか赤とかなんか見た時になんかこうエネルギーがあるようにも見えるんですけど、うまく空間としてなんかカルチャーだったりとか、うん、趣味感もすごくこう反映されてうまく落とし込んでいただいているなというところですね。北欧風とか、うん、なんかミニマリズムとかそういうのではなくて雑多だけど居心地がいいみたいな、うん、なんか自分らしい暮らしを作れれば、うん、なんか肩の力も抜けてていいよねみたいなのは本当に伝えたいメッセージですね、うん、ベッドフレームがバック&フォースベッドっていうベッドフレームなんですけど、これも結構ブランド的にはメインのベッドフレームかなと思っています。ベッドフレームって後回しになっちゃったりとか買い替えがあるからなかなかこう満足のいくものってね買えなかったりするんですけど、シングルからクイーンまで伸びて、でたまにはまたシングルに戻したりしてもいいし、ちょっとダブルにしてこうテーブルみたいに使ってもいいしみたいな、すごくこう柔軟性のあるなんか大発見したようなプロダクトかなというふうには思ってますね。じゃあ続いてここの今フロアにずらーっと足元ですね、足元に並べているこちらなんですけれども、タイルカーペットになってます。50センチ角のタイルのカーペットになっているんですけれども、ラグとかも買い替えとかって結構なかなか間取りが変わると難しいと思うんですけど、これはタイル状なのでどんな風にでも並び替えができる非常にグラフィカルなタイルカーペットです。さっき池田さんがおっしゃってた小さいけれども真面目にすごく作っているタイルカーペットで、素材感も 100% ウールで安い素材ではないんですけれども、暮らしに合わせてずっと長く使い続けられる、そんな素材感のタイルカーペットになってますね。最初に見た時にこれタイルだと思わなかったです。もう綺麗にやっぱりあってるし、はい、この柄がうまいことそういう、もう柄に見えるみたいなところがすごくいいですね。これ実は DIY でカッターでカットできるっていうタイルカーペットで、なんかそういうガイドラインにもなんかなりえそうな、ちょっとそういうのを示唆しているようなデザイン性にもなっているかなとは思いますね。あとはスタイリングのコーナーの中でも、こちらのパーシリーズ、はい、大活躍、冒頭一番最初にご説明いただいたパーシリーズですね、はい、パーシリーズですね。スクエアのテーブルを2台並べて、同棲とかをする前に各々が使っていったテーブルを一緒に住む時に合体させてなんかゆったり使っているんじゃないかなっていう、そんなスタイリングのイメージでパーシリーズを使っていますね、うん、スクエア2つ並べるっていう見せ方、はい、本当に僕らになくて、はい、ここで見た時にすごい衝撃的で、うん、でも今おっしゃられたみたいに確かにこういうシーンも可能性としてはすごくあるなと思って、はい、うん、自分でデザインしたけど新鮮な見え方でした。確かにさっきお伝えしてたように、なんかこういうミニベンチをちょっとこうギャラリースペースみたいにサボテンを飾ったりとか、うん、なんか趣味のものをちょっと置くのにもいいかなっていうふうに、ちょっと友達来たら下ろして一緒に混ざるみたいな、うん、なんかそういう緩やかな暮らしの変化にもついていけるデザインかなとは。製品が 100% っていう概念って、そもそもないとは思うんですけど、使う人次第でもしかしたら 100% を超えて 120%、200% みたいな、すごくグッドな状態により持っていける余地みたいなのがいろんな製品で感じていただけるのかなっていうのは思っていて、今オンライン限定のブランドではあるんですけど、今回は代々木上原で、またもしかしたら次は違う街で、随時また開催していこうと思ってるので、いろいろ情報とかはインスタグラムだったりとかウェブサイトの情報ちょっと概要欄に貼っておくようにするので、ぜひ見ていただけたらなと思っております。池田さんも、はい、はい、本当にありがとうございました。ありがとうございます、はい、またぜひ次回よろしくお願いします。お願いします、はい、でありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。